こんにちは。日本ワイパーオブザイヤーの若森隆と申します。私のホンダフィットの走行距離が 39,150km になりました。この走行距離と同じ部品番号の部品を観察しましょう。ホンダでは39150はラジオのアンテナを示します。私のフィットはシャークフィンアンテナと呼ばれる方式です。まずはいつも通り大きさ、材質、重さを確認しましょう。大きさは前後に約 18cm、 幅は約 7cm、 高さも約 7cm。 材質はポリカーボネートなどでできていて、重さは約 200g です。ラジオのアンテナといえば、昔はこうして手で引き出す伸縮式のピラーアンテナが一般的でした。廉価で汎用性が高いことなどから、今でも商用車などでは採用が続いています。一方、乗用車では見栄えがよく、手で引き出す必要のないルーフセンターアンテナや、現在広く一般的に採用されているルーフアンテナやマイクロアンテナ、より見栄えの良いシャークフィンアンテナ、あるいはガラスにアンテナをはわせるガラスプリントアンテナなどがあります。日本のホンダ車で初めてシャークフィンアンテナを採用したのは、2010年に発売された ZF1 型の CRZ でした。フィットにシャークフィンアンテナが採用されたのは意外に遅くて、その10年後、2020年に発売された4世代目 GR1 型からです。フィットの4世代20年の歴史を振り返ると、様々なアンテナが採用されてきました。2001年の初代 GD1 型が最も多彩で、標準的には A ピラーのピラーアンテナ、上級グレードではルーフセンターアンテナでした。それが2004年のマイナーチェンジの際にルーフセンターアンテナを廃止し、マイクロアンテナへ変更しました。つまり初代にはなんと3種ものアンテナがありました。その後の2007年の2世代目 GE6 型および2013年の3世代目 GK3 型ではマイクロアンテナへ一本化されました。そして2020年の4世代目 GR1 型では、標準的にはマイクロアンテナが残るものの、ほとんどのグレードではより見栄えの良いシャークフィンアンテナが採用され、2種を使い分けています。特に興味深いのはフィットクロスターでのマイクロアンテナとシャークフィンアンテナの使い分けです。標準車ではホンダコネクトを装備するとマイクロアンテナからシャークフィンアンテナへ変更されますが、クロスターではホンダコネクトを装備してもマイクロアンテナのまま、さらにルーフレールを装備するとここでシャークフィンアンテナへ変更されます。これはクロスターの前高が標準車に比べて3センチメートル高く、シャークフィンアンテナをつけると前高が1570ミリとなり、日本で多く採用されている1550ミリ制限の立体駐車場へ入れなくなるのを少しでも避けるためです。マイクロアンテナですと1545ミリとなり、ギリギリ収まります。室内の広さが自慢のフィットならではの工夫と言えるでしょう。ところで、実用性を重視し黒色のマイクロアンテナなどに対して、シャークフィンアンテナは
面積の広さを生かしてルーフと同色に塗装され、車体と一体に見えるのが利点の一つでもあります。しかしフィットではあえて黒色で統一されています。これは非常に珍しいことです。そのスタイリング上の意図は、歌舞伎の黒子と同様にアンテナの存在感を目立たせないための工夫でもあります。あえて黒色で統一されている部品は、マイナーチェンジの際にボディ同色やメッキへ変更されてしまうことが多いです。変化をアピールする目的やお客さんからの要望などに応えるためです。けれどフィットは2022年のマイナーチェンジの際にも黒色での統一を貫きました。コスト低減の意図もないわけではありませんが、全体的なデザインのバランスを守ってくれたのだと私は考えています。皆様のお車のアンテナはどうなっていますか？観察してみてください。お付き合いいただきありがとうございます。では失礼いたします。